はい、こんにちは、ザツです。今日はですね、サンフラワー霧島に乗りまして関西の方へ戻ります。家族と一緒で今日はデラックスウィズペットルームというお部屋を取りました。猫ちゃんと一緒です。猫ちゃん2匹と家族で全員で5、6、7、7名で、乗って帰ります。この船全長が192メートルありまして、全幅が27メーター、速力が23ノットでる高速船になります。それを太平洋で航行して大阪まで戻るという形になりますんで、今日はですね、ちょっと見た感じ天気が若干悪くて、晴れるという話なんですけども、しかも波が若干立ってると、バルバスワウも見えますねという形になりますんで、まあどうなることやら。それでは、行きましょうか。それではレッツラゴー。これがバルバスワウですよ。文字が書いてあって、変な突起物の絵が書いてあるんですけど、あれがバルバスバウですよの印ですね。あれがないとダメですという形になってます。このテザーロープすごいですね。ちょっと近くで見れるのもあんまないんで、すごいですよこの大きさ。全部で一番上の部屋は7階でしたっけ。まあ7階建てのビルが横たわって海の上を航行してると考えればいいと思います。これをみんなで綱引きのように引っ張るんですから大変ですよね。手の大きさこれぐらいの大きさがあります。それで引っ張ると。ではまだ時間ちょっとだけありますんで、ゆっくりしたいと思います。それでは、はい、検温しに行きます。今日はですね、デラックスのウィズペットルームということでお部屋用意してます。楽しみですね。ここで、はい、ありがとうございます。予約番号、はい、ここに提出するだけですのでお持ちください。軽缶、軽缶右側の見た、あら、じゃあなくなったんだ。すっかり忘れとった。台風が来てるんでした。ちょっと上向きたいな。やっとやっとくよ。ここ見て、あ、何番の部屋だったっけ。はい、それでは、乗船していきます。許可が下りたんで、はい、それでは乗船していきます。あ、猫ちゃんかわいい。猫ちゃんや、猫ちゃん、あ、かわいいね。7404、あ、逆側やね。あ、ここからがベッドルームエリアですね。初めて入ります。はい、到着しました。7404ですね。今日は初めて入ります。こちらルームキーを挿すタイプ。うわ、広い。お部屋の方紹介していきます。全体的にはこっち、普通のデラックスルームより全然広いですね。4人分今日は用意してくれるという話なので、4人ベッドがあります。お茶の方が4セット、ドリップがついてますね。で、煎茶と紅茶で、ビスケットが4つついてると。
あと、お水の方が4本入っている冷蔵庫があります。これ冷凍庫が確かついてないんですよね、このタイプ。空気清浄機があります。お任せ入れちゃいますね。見て、窓が見えるんです。このお部屋窓が大きいです、普通のより。エアコンがついてて、で頭のとこには電気とコンセントが必ずついてると。で、テレビの方が32インチですね。32インチのテレビがついてます。で今日はペットルームなので、お水とご飯用の器があると。でペットシーツもあります。でドライヤーの方がこちら。スリッパの方が4つですね。これデラックス用の茶色いスリッパやと思います。これ持って帰ろうかな。エモン掛けが2、4、6、8つ、2本ずつ。あとリセッシュの方がありまして、今日は4人利用なのでタオルが4枚とアメニティが4つずつあります。これはアメニティの方いいんですよ。ちょっと1個開けてみましょうか。はい、アメニティの方です。こちらがですね、シャンプー、リンス、コンディショナーとボディーソープの方になります。で歯ブラシ、ヒゲ剃り、ブラシとコットンセットの方あります。これで全部ですね。これがまたいいやつ使ってるんですよ、という形でワンセットで入ってます。はい、それでルームエアコンがついてます。こちらですね、トイレとシャワーがついてるんですよ。でタオルもこちらにありまして、あとハンドソープの方があります。シャンプーとリンスなんかはさっきのアメニティを使うと。でタオルの方もバスタオル、いいやつですね、普通のやつがついてます。トイレの方がシャワー付きトイレ、これはいいですね。で猫ちゃんがもう早速グリグリしてると。まんまるきなちゃん、なになに、花が真っ赤か。すっごい状態やな。あれ、ひな。はい、それでは今日は早めにご飯にしようと思います。多分揺れそうなんでね、揺れると多分食欲もなくなるし、ふわふわすると怖いんで早めがいいです。ご飯はレストランでバイキング始まってるということなんで楽しみにしてます。ああすごいね、音楽はかっこいいね。ステーキ、最高ステーキだ。あ、小麦は醤油やな。昨日と同じ。綺麗。いける。ハッシュポテトもあるよ。いける。エビのチリソース。え、取っていいよ。エビチリ。え、開けても何もない場合もある。揺れた。わあ、いいな。いっぱい食べれてます、ね。
無理カレーってのがあるね。これぐらい？パパパパ、トイレか？何それ、カルパッチョみたい。あ、醤油持ってくるの忘れた。はい、今日はこんなラインナップです。どうです？あかんかな。美味しそうです。なんかちょっとラインナップ変わりましたね。いただきます。ピンタコロの分もステーキあったんで、柔らかくて美味しいです。ドレッシングはトマトドレッシングでいいです。エビチリいただきます。
はい、お部屋へ戻ってまいりました。ごまちむはこんなとこで何してんすか。なんかあれやな、ごまちむの肉球。はい、今ですね結構揺れてるんですけど、縦揺れですかね。なんと猫ちゃん2匹とも、ここモザイクなんと船酔いしてしまいました。なんと船酔いしてます。これは信じず、猫も船酔いするので気をつけてください。はい、ちょっとですね揺れがひどいので、といってもまあこの前の新日本海フェリーよりマシなんですけども、まだ8時ちょっと過ぎなんですけど、みんな横になることにしました。ということでおやすみなさい。私はですねこっそりちょっと夜お風呂に入ってこようと思います。それでは、はい、今12時30分過ぎたとこですね。夜中です。だいぶですね波も落ち着いてきて、まだちょっと揺れてるんですけども、一時は猫ちゃん大惨事だったんですけど、今はこうして寝てます。足元で一緒に寝てくれてますね。ということでおやすみなさい。よく寝てます。船でこうやって一緒に猫ちゃんと旅行できるの幸せですね。ずっと一緒に過ごしてます。今日は、はい、おはようございます。今5時過ぎですね。だいぶ外が明るくなってるみたいです。猫ちゃんがにわーん、おはよう。お待ちも、おばちゃんも昨日のケロケロ状態とは打って変わって元気になってますよ。そして外は太陽、ゴマもキナもちゃんと海見るの初めてやね。もう外じゃないけど綺麗やね。もうすぐ日が出てくるよ。どう？カメラの方が好き？キナはお外見てる。不思議な感じやね。何やろこれ。ゲロゲロやったけど、どう？お腹空いてんじゃん。でも食べた？気持ち悪かったよな。いきなり変なとこ連れてこられた女の子。お、日の出です。めっちゃ綺麗ですね。外あんまりな、おばあちゃんは。ちょっと一周ぐるっと回ってみましょうかね。ウィズペットルームの前はこんな感じ。あ、ちなみにドッグランがあるんです、こちら。ドッグラン使いませんけど。お水なんかも出るようになってます。これいいですね。
ランドリーが設置されてます。値段は、洗濯だけで300円で、30分100円なんで、だいたい2回回すので200円、合計500円で洗濯ができると。そして共用のトイレ、綺麗なんですよ。ちょっと揺れがひどかったんで、オートヨー流し台と。大きな空気清浄機があります。ちょっと下の方行ってみましょうかね。自動販売機コーナー、ちょっと冷食の自販がなくなっちゃったんで、ジュースとコーヒーとアイスとカップヌードルの自販があります。あとですね、アルコールの類もありますよ。値段はですね、普通に売ってるのと同じ値段なんで心配はいらないと思います。そして朝焼けのプロムナード、めっちゃ綺麗です。今日全部7時から開始という形になってますんで、7時から朝ごはんを食べに来ようと思います。朝ごはんは大人620円です。ゲームコーナー、ちょっと今までのに比べるとちっちゃめですかね。あ、すごい、めっちゃ綺麗。キッズルームは空いてるけど使えなくなってます。売店の方はまた7時から開店すると思いますので来たいと思います。ベッドルームのエリアはそれ専用の鍵じゃないと入れません。うん、どうですか、小町部。リラックスモード。ちょっとコーヒーを飲もうと思います。ドリップのコーヒーがあります。ちょっとお酒飲もうと思ってたんですけど、お酒飲めなくて朝のコーヒーにします。嬉島コーヒーのコーヒーがありますんで美味しくいただきます。このお部屋ですね、窓が大きいんです。普通のデラックスに比べてお部屋の幅も広くてですね、すごくいいですよ。普通のデラックスに比べて 1.5 倍もないか、 1.25 倍ぐらいあります。今日はゆっくり旅ができてます。前ですね、デラックスで5人で泊まった時はちょっと横幅が少なくてちょっと窮屈な感じしたんですけど、今日は全然しません。ゆっくり旅できてます。もうそろそろですね、左舷の方は淡路島の方過ぎて大阪湾の方に入っていくはずです。ちょっとですね、曇ってるのかな。和歌山の山が見えてきましたね。ということで、もうちょっとゆっくりします。友ヶ島が近づいてきましたね。有名な砲台跡とかがある島になります。観光スポットです。ただですね、船でしか行けないんで、なかなか外から見ることはないと思います。
です。じゃ超逆光やな。はい、それではご飯を食べに行こうと思います。今日はですね、朝はバイキングレストランになってますんで楽しみにしてます。それでは向かいます。鹿児島航路の朝ごはん、いいですね。バイキングは大人は620円、子供が小学生が410円です。ごちそうさまでした。それでは片付けていきます。風がまあまあ強いですね。大阪湾に入ってます。なぎですね、ここは。残念ながらデッキは今し方出れるようになりました。風は強いですけどめっちゃ気持ちがいいですよ。だいぶ暖かくなってきたんで、あと晴れてます。正面に明石海峡大橋はうっすら見えてますね。左に見える島が淡路島、右側が神戸になります。左舷側、ゴマがリラックス中だね。ゴマなんか今日ご機嫌やな。いや、ご機嫌やな。ご機嫌ゴマちゃん。それ大丈夫なんこれ。あ、ちゃんと爪研げなくなってんの。ちゃんとやっぱそれ用になってんの、コーティングされてんの。はい、まもなくですね、大阪南港の方に到着しそうなので、あと10分少々でしょうか。そしたら外に行って雪原見たいと思います。では向かいます。よし、はい、はい、大阪南港の方に到着します。はい、本日はご視聴ありがとうございました。もしですねちょっとでも良いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。猫ちゃんたちも大変ご満悦でした。朝すごくですねニコニコとして、ちょっと昨日の夜は大変だったんですけども、楽しく旅行できたみたいです。ではまた一緒に旅をしましょう。今日はですねあんまり外のデッキに出れなかったりとかして、ちょっと寂しいとこもあったんですけども、
中は非常に快適でゆっくりすることができました。ペット連れのお客さんは一番最後の下船となるみたいです。ですので入る順番も一番最初でした。これは注意しなきゃいけませんね。今日は土曜日出港日曜日着なんで朝の8時45分南港到着の便になります。むちゃくちゃゆっくりしててですね、これはこれで良かったです。テザーロープ投げられましたね、今。あれで引っ張って雪原します。今回早いですね。雪原前にもう投げられてますよ。すごい珍しいタイプです。おお、お上手。引っ張らんでも。今日の航海長は上手ですね。引っ張らなくてもここまで近づけてます。多分寸止めで行くんじゃないでしょうか。お上手。はい、雪原しましたのでお部屋の方へ戻ります。はい、雪原したんですけども、今回一番最後の下船となりまして、下船準備が整ったら、予備に来てくれるそうです。ということで待ちます。旅猫ですか、ひな様は。ではもうそろそろ下船しますよ。あ、これいいね、いいね、旅猫。ちょっともうちょっとしたら下船するからね、待っててね。はい、それでは案内がありましたので下船します。はい、下船します。